漫才。処刑されちゃいまして。何ちょっと処刑なんで。ゴルゴダ丘で貼り付けにされちゃったって話なんですけどね。あれ死んじゃったの？でもあと2、3日もそれはすれば復活するっていう話なんですけど。復活はいいけどさ、それじゃあ今日撮影間に合わないからどうするの？ああで今回だけスペースというか大学の食いしん坊が来てもらってるんですよ。あと大丈夫？スポンサーがいいの？あスポンサーは OK もらってます。もう来ちゃってるんで今度からいいですか？いいですかったってどうしようもないだろ。呼んできて。わかりました。奥さんごめんなさい。あれちょっとね、キリストさんがちょっと来られなくなっちゃったみたいで。そうなんですか。残念。私キリストさんの大ファンだったんですけど。なんかね代わりの食いしん坊今日来てるんで、ちょっと代わりにそのとこねちょっとそれよろしくお願いします。代わりが来ますから。決まります。じゃあキリストさんが復活したらすいません。新聞のドナルドさんです。あの人まずいだろちょっと。あの人まずい。ご存知ですかディレクト。ご存知知ってるよ。みんな知ってるよ。まずいよ。すごい本人やる気ですしスポンサー問題ないって。やる気ならいいけど問題ないのか本当に問題ないのか。いやこんにちは。僕のことは知ってるかな。あまあそうドナルド。今日はよろしく。こんな感じかな。いや、こっちの方がいいかな。ごめんね、何してんの。ごめんごめん、ドナルドは今ね、ダンスに夢中なの。やっぱり行こうかな。ダメだね。ダメだよ。番組誰だ。大丈夫じゃないですかね。ほら、目見て、自然に体が動いちゃうんだ。やる気でどうにかの問題じゃないよ。だってうちの番組のこと理解してるのか。うんうん、ちゃんと説明しましたし。あ、ドナルドさん、この番組のことご存知ですよね。もちろん、ドナルドにぴったりの番組だよ。こう見えてドナルドはね、すっごく食いしん坊なんだ。ただし、ハンバーガーしか食べないけどね。こう見てもスポーツバンドだし、スポーツはどうでもいいんだけど、ハンバーガーしか食べられないんじゃん。いや食べます。ポテトとか他にも、いや食べます、何でも食べます。そう言われてもいやちょっと待ってから。何だよ。待ってください、聞いてくださいよ。ドナルドのお店が最近ちょっと
どうやりますか。傾いてきてるっていうか。いやいや、トータルでも全然大した問題じゃないですよ。知ってるよ、いろいろあったのも知ってる。知ってるけど知らねえよ。だからね、なんだよ。ドナルドももっと頑張んないと。これチャンスなんです。おい、ありがとうから。なんで私からもお願いします。お前もかよ。分かった、分かった、やってください。やってくれます。ドナルド白いのはかけれます。ランランルー。ごめんごめん、ドナルドはね、嬉しくなるとついやっちゃうんだ。ランランルー、ランランルー。じゃあ、たわしに使ってみるけど、いつも通りビシビシ行くから大丈夫ね。オッケー、ランランルー。ごめんなさい、お待たせしました。こちらですね、今日の食いしん坊。じゃあ、僕のことは知ってるかな。そう、ドナルド、今日はよろしく。じゃあ、もうリハーサルいいや。テストしながらカメラ回していっちゃいますからね。それでちょっといろいろやっていく感じで、じゃあドナルドさんね、順番に料理食べてその感想を言ってもらうような感じで大丈夫ね。もちろんさ、ドナルドおしゃべりが大好きさ。じゃあカメラ回して本番いつも行っちゃいましょうね。はい、じゃあいくよ。本番行きたー、よーい、スタート。お願いします。で、こちらがお刺身なんですけれども。魚だね。魚はドナルドも大好きさ。で、魚の名前は。あ、いやいやいや、魚に名前なんて必要ないよ。フライにしてタルタルソースをかければ何の魚か誰にもわからないからね。それ何の魚だ。すいません、そういう厚みはやめてもらっていいか。次、ここだっけ。あ、そうか、今のはうちの企業秘密だもんね。これは試験。知らないよ。じゃあ、一口食べてみて。これまだ生に近いよ。生だよ、刺身だよ。食べないならいいよ。あ、いやいや、食べます、食べますよ。食べて。何言ってんの。バーベキューソースを。バーベキューソース。まずいです。まずい、当たり前だろ。ダメだよ、バーベキューソース。マスタードも気にしないよ。何もつけないで食べて。何もつけないで。パンに挟むなよ。そのまま食べる、そのまま食べればいいんだよ。お刺身だからね。シェイクを飲むな。ほんまにこれ、異物混入。店長、骨だよ、骨、骨。お前とこと一緒についてねえぞ。ちょっとやりすぎ、やりすぎ。ドナルド様、普段の美味しいメニューと違ってあんなもの気にされちゃったから、ちょっとあんなもの戸惑ってる。いや、あんなものじゃ、あれ食うなんてさ、食しもそうなんだろうな。せめてなんかサイドメニューでもあれば多少違う。ないよ、何サイドメニューって。サイドメニュー何言う、何言ってんだよ。番号札なんか置いてってサイドメニューなんか来ないよ。ポテト開けてるじゃないよ。来ないよサイドメニューは。カメラ止めてください。ドナルドさん、これね、番組になんない。ちょっと待ってください。ドナルド、風船でいろんなものやってる。風船もいいか。どうすんだお前、これ番組に穴開くぞ。わかりました。実はこんなこともあるかなと思って、もう一人大学の食いしん坊を呼んでるんですよ。なんだよ、じゃあこれ早く言うよ、呼んじゃっても。まあ、ありましたね。呼んで呼んで。どうぞ、お入りください。Yeah!
年賀のレンジはまるでペトペトしやがってクイズレンジャー。黙れインチキピエロが、悔しかったらなクリスマスに行列を作ってねえ。決してだな、インチキピエロだったな。お前なんかただの白いおっさんじゃねえか。マスコットずらしやがって。トーガが、お前のビッグマックポイスのようミシシッピーに沈めてやろうか。ビッグマックボイスをやっ